静岡鉄道 B15 形状機器車は、静岡鉄道が、春園専用に製造した、小型タンク式蒸気機関車である。太平洋戦争中の設計をベースに1948年に製造され、昭和20年代に使用された。藤枝市郷土博物館、文学館に屋外展示されており、春園線で唯一現存する車両である。 太平洋戦争中の設計をもとに1948年に富山市の立山重工業で2両が製造された。立山重工業ではほとんど専用鉄道向けに機関車を製造していたが、静岡鉄道のような地方鉄道が採用したことは珍しい。同社の規格系であり、国鉄 B20 形状機機関車をごく小型にしたようなスタイルである。昭和初期。 京弁鉄道は蒸気機関車から性能が良く煙も出ないガソリン化への移行が進んでいたが太平洋戦争によるガソリンの入手難から蒸気機関車が復活し戦後も使われていた春沿線で使用され1952年に運行が終了したその後春沿線で使用された蒸気機関車は廃車となり多くの車両がその大枠より下をディーゼル機関車 DB60 型に転用され、大手、袋井工場で改造された。しかし、B15 は計画はあったものの、最終的に改造を、免れた。1952年に運行終了後、15号機は、袋井の袋井駅構内に留置されていた。1959年頃、15号機は、静岡市の寸布公園にあった、自動会館の遊具として使用された。 1985年頃から自動会館の施設改修に伴い同所から搬出され、静岡鉄道静岡清水線の長沼車庫で保管されていた。1988年7月に静岡鉄道から藤枝市郷土博物館に寄贈され、以来屋外展示で保存されている。2005年11月には17年間の風雨による腐食が進行したため、 藤枝市郷土博物館に文学館を併設する工事と駐車場建設が始まったのに合わせて大井川鉄道に修復を依頼した。2006年10月に大井川鉄道新加奈や車両区での修復を終え藤枝市郷土博物館に帰ってきた。修復前は15号機を郷土博物館の後ろで展示していたが文学館と駐車場の建設のため修復後は展示場所が 郷土博物館の前提に移された。2010年11月13日から2011年2月14日、開催のルミスタ・フジエダ・フジエダ・ファンタジック・イルミネーションのウィステリアの鐘では、B15 をイメージした電飾と、B15 と書かれた丸い板が設置された。2013年8月10日から10月14日、開催の、京弁鉄道開業100周年。 記念特別天気弁ノスタルジー藤枝発、佐柄経由袋井駅に合わせて、縮尺1、6の本機の模型が制作された。グッケルマップ、静岡鉄道 B15 形状機器感謝設計図は、藤枝市郷土博物館の図録、京弁鉄道に掲載されている、ハット ABC 藤枝市郷土博物館、文学館にある、本形式解説版の記載。名取則りき。 静岡鉄道周辺線の B15。鉄道を飛び出す。猫パブリッシング。2018年3月2日閲覧。藤枝の郷土博物館 SL、B15 化粧直し、終了。静岡新聞2006年10月28日付長官。第18面静岡新聞藤枝市報告書26ページによると、生態保存復元工事に197万2千円、かかった。 静岡観光お出かけガイドショーを鳴らすと幸せに、なれる、パワースポット、ルミスタ・フジエダ・フジエダ・ファンタジック・イルミネーション、年末年始クリスマスマイナス・ウィステリアの鐘を参照。軽便鉄道開業100周年、記念特別展軽便ノスタルジー・フジエダ発、相良経由袋井駅パンフレット・フジエダ市役所、Facebook2013 年9月2日広報、フジエダ2013年10月5日、 5、6ページを参照。藤枝の教育2014から61ページを参照。ありがとうございます。